2023年の5月7日に撮影しています。ゴールデンウィーク最後です。ゴールデンウィーク最後に京都に来ています。意外とこの看板見る方多いのと、まあ私の名前も見てるんで、まあ今日は雨降ってるからこれだけでいいかなっていう感じです。本当に雨すごいで、雨すごいのがもうこの川思います。もう入れないんですけどね、散歩道は危ないです。本当にこんな状況の京都です。もうどこもね、水害の日があるかもしれないんで、気にかけてますが、そんななら今日はまあそういう災害のことについてちょっとね、お話だけしておきたいです。自分の活動の中で食料やその他の備蓄を始めました。なので今私が関わっている方、特にお家を訪ねている方々は、こういう緊急事態とか何かあった時に安全安否確認ができるっていう思いを持って、いろんな家を訪ねています。なので、まあ、何かあった時には連絡を取りに行くだとかね、直接自転車なのか車バイクなのかわからないですけど、それで直接うちまで安否確認をしに行くだとか、食べ物を届けに行く、必要物資を届けに行くみたいな、活動をしています。一応まあそういう、非常事態もそういう災害の何かね、被害に遭った時を想定していろんな家訪ねるとか、常日頃から知り合っておく関係っていうのを作っています。で、まあ、3年分ぐらいを見越したいと思ってます。そういう備蓄量を、はい、まあまあそんな感じでいろんなものを作ったり保管したりしています。まあ、ただね、あんまり危機に煽られて溜め込むことだけが大事ですっていうことはないですけど、でもまあそもそもね、大企業に依存しないでおこうと思うと、自分らで作っていこうと思うと、使い捨てをすることとかも考え直さないといけないし、そもそもね、何か使ったものをもう一回再利用できるかとか、ゴミの出し方もそうですけど、そういうことを今後の活動で考えていけたらなと思って取り組んでいます。というわけで催しの案内またどんどん出していきます。気にかけておいてください。よし君に水の部と関わりたい方、ぜひ連絡をお待ちしています。ではこの日ね、雨の被害出ないこと祈ります。その他災害も被害が出ないことを祈りながら今日の活動報告を終わります。